ジュディス・ワイダーは、スイスのオリエンテーリング選手であり、また同時にスキーオリエンテーリングでの実績も、有している。ベルン州に住んでおり、ウェールズにルーツを持つ。ウォック2011表彰式、ジュディス・ワイダーの活躍は、他のオリエンテーリング選手同様ジュニア時代から見られ、2007年にオーストラリアで開催された、 ジュニア世界選手権のリレー競技において銅メダルを獲得したのがその始まりである。翌2008年にスウェーデンのイエーテボリで開催されたジャワック2008では個人種目ではミドル競技の11位、リレー競技では8位と入賞こそできなかったものの、2010年にフランスで開催されたワールドカップレースのロング競技で4位となったことで、再び注目を集めることとなる。 そのコースは、翌2011年に同じく、フランスで開催される世界選手権の前哨戦として開催されたもので、本戦同様、高い技術が要求されるて、レインでの開催であったため、ワイダーの実力を知らしめる結果となった。ワイダーは、ウォック2011本戦でもその実力を遺憾なく、発揮し、ミドル競技で、スウェーデンのヘレナ・ヤンソン、デンマークのイダ・ボバックに続く順位となり、 銅メダルを獲得した。また同年のワールドカップでは総合10位以内に入る活躍を見せる。2012年には地元スイスで開催された世界選手権でリレー競技のスイス代表チームに選出されるとシモーネ・ニグリ・リューダーらとともに見事に金メダルを獲得。ワールドカップでは総合6位に入った。 2013年にはワールドゲームズの混成リレー競技でもダニエル・フブマンやマッテアス・キブルズらと共に優勝を果たしている。スキーオリエンテーリングでも2008年にブルガリアで開催されたジュニア世界スキーオリエンテーリング選手権のロング競技で銀メダルを獲得したという実績を有している。ありがとうございます。